このさらわれた船を探しているポルコがですね、下を見下ろすシーン、3つ連続で並べたのは何でかっていうと、水平尾翼に注目してほしいですね。この水平尾翼の後ろに舵があります。この位置です。この舵をエレベーターと言います。こいつが上向いたら飛行機は上昇して、下向いたら下降します。このエレベーターがずーっと動いてるんです。で、それどころか、この飛行機がずっとこういうふうに横にスライドしてるんです。飛行機で飛ぶっていうのは安定してないんで、左右に揺れるブランコに乗ってるようなイメージで考えてください。この水平尾翼のですね、エレベーター、昇降段もずっと動いてる。このデザインも、この構図ね、すごいです。イラストレーターとか漫画家志望の人、ぜひ DVD で止めて、プリントアウトして、トレスしてください。自分のためにだけやるんだったら大丈夫。なんでかっていうと、飛行機の前の部分のパースはこのハイライトの形と配置で、表現してるんです。で、エンジンと主翼のこのステイ、棒ですね。支えてる棒で、この前方の空間の基本パースを決めてるんです。こういう風に基本パースを決めて、このハイライトで補助線を入れてやると、ポルコの首の位置どこでも大丈夫なんですよ。で、尾翼の位置も絶妙になってます。登場人物、主役がキョロキョロしてたら、観客の目っていうのは主役の顔に集中したんですけども、この位置だったら尾翼がちゃんと動いているところも観客の視線の中に収まるように配置されてるんです。かなり抜群の構図だと思います。クレナーの豚に出てくるレイアウトで最高のレイアウトってわけではないんです。何がすごいかって、クレナーの豚っていうのはこのレベルのレイアウトが何十枚何百枚と出てくるというところが恐ろしいんです。ぜひ、本当に絵を描く人は、クレナーの豚は基本的にチン止めて、ここで何やってるのか、なんでここにこの線が入って、僕は一番面白いと思う。レイアウトの勉強してもらえたらと思います。